アワビ町、ジワ、ハルテイは、新末の将軍の指揮官、四川省包摂県出身。1852年、後世帝徳向き境が、湖北省義省で兵を募って、川上を組織した時に参加した。勇猛でしばしば先行を立てたため、祖国藩に目をかけられ、副省に昇進した。その活躍ぶりは、ドロンガと共に、北大南町と称賛された。 1856年に小林翼から自分の部隊を持つことを認められ、調査で1万5000の兵を集めて定時を組織した。安記省南部に駐屯し、1860年に肝にある将軍の司令部の守備にあたって太平天国軍の包囲を撃退し、大いに恐れられた。1862年に石膏帝徳に登った。1864年、 チャンス賞、石膏省で敗れた太平天国軍が厚生省に逃れると、その総統に当たり、南京攻略後の論功交渉で一等形社と言いを授かった。その後、太平天国の与党の王海洋、丹唐田元を関東省で破った。1866年より年軍の鎮圧に当たり、湖北省、河南省、潜水省の境界を転戦した。 1867年1月、インタカ高志川の戦いで、竜名殿が苦戦しているところに応援に駆けつけて、年軍を撃破し、年軍の任柱と雷文孔を逃亡させる勝利を収めた。しかし李工賞に救援に駆けつけるのが遅かったと、弾劾されると、憤慨して、職を辞して、定時営を解散させた。競里に戻った後は、病と称して11年間復職しなかった。 1880年になって、コナン帝督に起用され、ロシアに対する防衛に当たるが、2年後に病として辞職した。神仏戦争が起きると軍を率いて、雲南省の防衛に当たるが、和議が成立すると、また距離に戻った。死後、大使商法を送られ、ただしそうの死後を送られた。ありがとうございます。